ひーくんチャンネル。はい、どうもひーくんです。本日もひーくんチャンネル見ていきたいと思います。本日なんですけども、はい、皆さんよくYouTube について、僕お会いした方々にたまにですね聞かれることがあるんですけど、まあ、YouTube って実際どうなのっていうところをですねよく聞かれます。まあ、YouTuber としてはね、今年の4月で丸2年 YouTube 歴ということになるんですが、まずね、YouTube の実態について、説明させていただきたいと思います。まず YouTube は、1000人達成したら、まあ、ようやく1人前の YouTuber として認められるわけです。1000人以上の YouTuber って全体の約 15% しかいないです。っていうことは、1000人行くまでの間に 85% が全体 YouTuber の70万人か80万人ぐらいいるんですが、その全体の中で 85% の人が1000人未満となります。その YouTube の収益化について説明させていただきます。で、よく僕もね、いくら YouTube で稼いでるのって聞かれるんですよ。今700人ぐらいなんですが、700人では収益化されません。収益化されるのは1000人以上の登録者数がいて、なおかつ年間の再生時間が4000時間いかないと収益化ができない状態でございます。僕700人、今710数人登録者数おかげさまでいるんですけども、僕で今年間再生時間が7000時間、あとは再生回数がまあ大体14万回再生となります。なので収益化はできない状態にあるので、皆さんちょっと誤解されるところ結構多いんですが、はい、ちょっとご周知のほどよろしくお願いします。 YouTube に関しては一番の関門は100人超えることが、まあ、結構ハードル高い、まあ、100人行くまでがハードル高い一つの関門となります。で、100人行くまでっていうのが、YouTuber さんいろいろね、何十万人とか1万人とか5000人とか、まあ、いろいろな YouTuber さんいはるんですけども、まあ、その YouTuber さんずっと見てるとね、チャンネル最近始めたての、まあ、10人とか、ね、15人の人にチャンネル登録するかっていうところなんですけどね、2桁台のチャンネル登録者数の方がいるっていうことは、チャンネル登録ボタンを押すの結構億劫になると思うんですよ。で、皆さん結構挫折してしまって100人行くまでに諦めてしまう方が多いです。ということで、100人行く結果を出すまでに諦める方が多いということで、100人の登録者数案外すごい難しいんですよ。次に難しいのは500人です。500人行くっていうのも2つ目の関門になるんですが、これも結構ね、難しいです。100人超えるのって3ヶ月ぐらいかかったんですけど、で、僕の場合、ペース的に2、3ヶ月に100人単位でこう増えていってるんで、去年の7月くらいで確か500人いったと思います。で、今700人なんですが、去年の7月から今の2月っていうことは、まあ半年かけてようやく200人ということで、ペース的にはね、あんまりいいペースではないんですが、少しずつね、1日1人か2人ぐらいのチャンネル登録者数は増えていってる状態です。まあ本題に入っていくんですが、まあ、YouTube ってどうなのっていうところからお伝えしたいと思います。で、YouTube に関しては、まず一つ目はメンタルの強さ。これが一番要求されます。なぜメンタルの強さっていうのを要求されるかというと、やっぱりチャンネル登録者数が少ない人に対してはアンチの人は結構増えます。僕ね、100人とか200人の時ものすごくアンチいたんですけど、今はね、目立たなくなりました。なぜならポジティブなコメントを書かれる頻度も増えて、僕的にはね、そこは自分すごく成長したなというふうに思います。アンチのコメントが来た時の対応ですね、これをまともに受け止めるのか流せるかに分けられると思います。僕は一番最初はちょっとまともに受け止めてたんですけど、もう慣れてしまって、もう今すごい流せる状態に精神が鍛えられました。あとは精神的に強くなるっていうところで言うと、チャンネル登録者数って1万人、10万人、100万人いる YouTuber さん、絶対ね、アンチコメント、アンチのバットボタン押される、まあもうバットボタンないんですけど、まあそれをね、押されることが多いです。結構押されてはいたんですが、最近ね、目立たなくなりましたけども、チャンネル登録者数が減るとか、アンチの方が多いとかっていうのは、絶対誰もが 100% の YouTuber さん経験してます。なので、そこをね、気にしない。コメントね、気にするコメントは気にした方がいいです。例えば、こう書いた方がいいとか、そういったアドバイス的な要素のあるコメントは参考にした方がいいと思いますけども、無慈悲にね、いろんなこと言ってくるアンチユーザーさんのことはもう完全に、まあ、ブロック、あるいはもう無視してしまった方がいいです。
でチャンネル登録の数もね、減ります、減っていきます。ただ例えば1ヶ月で15人減ったとしても、その月で30人増えれば15人増えたことになるんです。これが YouTube の仕組みとなります。離脱されないチャンネル作りっていうのは僕らの使命ではあるんですが、まあ、やっぱりね、人間って考え方人それぞれなんで、チャンネル登録の整理だったりとか、あるいはね、まあ、面白いからまたこのチャンネル増やそうっていう方もいると思うんですけども、そこをねちゃんと自分の中で減るときは減る、増えるときは増えるっていう風に割り切って YouTube をやられる方が、これからチャンネル登録者数が増えていく YouTuber となります。まあ YouTube はね、定期的に投稿すれば増えるのかっていうところなんですが、残念ながら毎日投稿とか本数を増やしたからってチャンネル登録者数はすぐには伸びないです。チャンネル登録者数の増やし方なんですが、昔はね毎日投稿するとか何でもいいから動画上げようみたいな風潮あったんですが、今逆で1週間に1回以上上げればたらまあまあ離脱されない動画はできるんじゃないかっていう、まあこれはね量より質っていう考え方です。毎日動画を投稿すると、まあ、質の言い方いるんですけど、基本的に自分たちで動画編集するんで、まあ、誰か外注にね動画編集を任してたら別なんですけども、そうじゃない人は、まあ、自分で動画の構成とか編集カットとか、あと BGM 入れたりとか、あとテロップ入れたりとかっていう作業がどうしてもついてくるんで、これを毎日編集するとなったらもう本当に大変です。なので基本的には量より質っていう考え方で、YouTube の構成を考えて、で BGM を入れて、テロップ入れる場所は入れてっていう風に、まあ音声もこだわったりとかね、そういった、まあ、視聴者さんが見て分かりやすい動画作りをするっていうのは YouTube 投稿の、まあ、一つのコツかなっていう風に思います。毎回こういう YouTube のチャンネルの動画作りっていうのは、まあ、テロップ入れたり BGM 入れたり一つのノウハウが必要になるんですが、まあ、それは僕はね過去の YouTuber さんが出してる動画編集の仕方の YouTube とか見て独学でやってます。どんな感じでどんなフォントでどんな雰囲気で出すかっていうのはある程度僕は定型化されてるんで、そこまで編集自体は大変ではないです。まあ大変なんですけど、皆さんが思うほど大変じゃないです。なぜならそれが僕のルーティン活動の中に入ってしまってるんで、例えば週2回か3本ぐらい上げる動画だったらなんとか自分の手でも編集したものを上げれます。でそこそこのクオリティで上げれます。卓球 YouTuber としての動画編集にはなるんですが、すごい単純です。僕の場合試合動画を上げてるんで、試合動画ってね基本的に会話ないんですよ。会話ないんでボール拾いに行ったりするシーンとかを全部カットするわけです。それって動画見たらどっからどこまでをカットしたらいいか一目でわかるんで、そこをすごくカットしやすい場面にはなるんで、動画編集の仕方としてはすごく簡単な作業となってます。で卓球動画の、まあ、後のポイントとしては、あとは得点を気にするというところです。得点を見てどっちにポイントが入ったかっていう、まあ、見定めも必要なんですが、まあ、本当に分かりにくいところはあるんで、一つ間違えたら全部編集し直したりとかっていうのもあるんですけども、基本的に卓球の試合動画っていうのは BGM を入れて、いらないボール拾いに行ってる無駄な時間をカットする。であとはどっちに点数が入ったかで、得点ボードっていうのを自分で編集で作ってセット数とかポイントとかっていうのをつけるんで、実は卓球 YouTube の動画っていうのはそこまで難しくないです。どちらかというと僕が今たまにグルメ系の動画とか、あとはオレンジ整形整骨院のアシベ君とこうずっと喋ってる動画とかでテロップをつけてる方がよっぽど大変ですし、再生回数もそんなに上がらないです。なのでこれからね YouTube 始められる方向けの動画にはなるんですが、まず YouTube に対して正しく理解するということが大切になります。まあ自分の考えをねはっきり言わない人が多いんですけど、やっぱりネットの世界っていうのはやっぱり自分の考えをね、出しやすいです。しかも匿名なんでね、なんでアンチの方もいるわけなんですが、そういう方を気にしていてたらもう全く自分のやりたいことはできないです。顔出し YouTuber になれなさいっていうわけではないんですが、まあ、顔出してなくても出していても YouTube もし少しでもやりたいなっていう気持ちがあるんだったら僕はすごく応援します。僕はその方々の気持ちはものすごく分かってます。なのでもし YouTube をこれから始められたいなっていう方がいましたら、ぜひどん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 チャレンジしてみてください。でそこで味わう挫折っていうのは自分の糧になると思います。
ぜひこれからも皆さん YouTube 始められる方、興味ある方いましたら、僕の動画を見てですね、どんな感じで YouTube やってるのかだけでもいいんで、見に来ていただければと思います。それではこのチャンネル見られて気に入られた方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは See you!